アウフゼスは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーフランケン行政管区のバイロイト軍に属す、マチソンで、ホルフェルト行政共同体を形成する。この村は、古城街道及びフランケンビール街道に面した、フレンキシェシュバイズに位置している。アウフゼスの領主は1079年に、文献上初めて研究されている。 ウンター・アウフゼス及びオーバー・アウフゼスの城は共に現在アウフゼス断爵化の住居となっている。アウフゼス断爵化の領主権は1806年に売ン格に格下げられライン同盟によってバイエルン王国に属することになった。バイエルン王国の行政改革の時代1818 18年の自治体例により現在の自治体となった。最もよく知られた。 アウフゼス家の代表的な人物は、ニュルンベルクのゲルマン国立博物館の創始者である、ハンス・フォン・アウスゼスである。詩人、ヨーゼフ・フィクトル・シェッフェルは、連作詩集、エクソダス・カントーラムの中の、ローズ・アウフ・ブラウム・シルダで、アウフゼスの村を描いている。この町は、公式には十の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 アウフゼスの村アウフゼスはビール醸造所密度が最も高い村と認定され2001年のギネスブックに掲載された1500人ほどの人口に対して4つのビール醸造所がある別名世界記録の醸造所は全長約1 6トルの醸造所通りで結ばれているこの通りは4つの醸造所に沿って景観の美しい場所を通り 休憩所も用意されている。四つの醸造所すべてで黒の強い血ビールを試飲して、最後の醸造所で申請をすれば、世界記録の醸造所によるフランケンの名誉ビールのみの称号がもらえる。ありがとうございます。